上がドン、下がシュ、下がドン、上がシュ。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はねユニクロさんでいいものを見つけちゃって、それがこちらでございます。はい、ストレッチダブルフェイスナロースカート。はい、サイズは私 M を購入しました。なんと金額が1990円というとてもリーズナブルな可愛いお値段なんでございます。こちらのコンポジションが 48% ポリエステル、 46% レーヨン、 6% ポリウレタン。カラーがね、08番のダークグレーです。黒もあったんだけれど、この方がなんかこう使い勝手がすごくいいんじゃないかなと思って、ビッグシルエットが流行っているからこそ細身のねがいいなと思って、で最初 S がいいなと思ったの、思いっきり細身にしちゃえと思ったら、ちょっとだけ大天使のところがポコッと、見えたので、M だなと思って M にしました。はい、結構大きいのかなと思ったら、履くと綺麗にシュッとビジネス仕様にもなるんじゃないかと思います。それでは見よ、じゃん。はい、今日ね銀座のバーニーズニューヨークのウィンドウディスプレイ、こういう感じだったので、確かにスカートはねもっとこうボリューミーな感じのスカートだったんだけど、もうこれちょうどこのセーターも着ててね、まあ、丸首ではないんだ、クルネックじゃないんだけど V なんだけど、まあ、これをね少し抜けばちょうどいいのかなって。いかが、なんかまんまでしょ、まあ、ウィンドウディスプレイにまんまっていうのもちょっと雑誌まんまとはちょっとまた違うんだけれど、でねこれ私ずっと後ろかと思ってたら前なのね、前スリットなんですよ。前空いてるの嫌だわっていう人は後ろスリットでももちろんちゃんと履いていただけると思いますけれども、はい、まあ、前でも後ろでもいいということですね。はい、私ちょうどね今ねエンジニアブーツ履いてますけれども、こういう感じの場合もちろんエンジニアブーツもかっこいいんだけれど、割と重っぽい感じのヒールっていうのもありなのかな。はい、いかがでしょう。こちらの MA1 風ジャケットは、パレット MA1 って言って GU のね、メンズで購入したものです。多分まだ今セールで売ってると思います。でこちらがね今回のご紹介のなんだけれども、上がビッグだったら下はシュッの方が絶対かっこいいんですよ。大きなものが上に来てね、例えばあのダウンジャケットの場合、大体みんな下ってシュッとしているパンツの方が多いと思うんですよ。ワイドパンツでもありなんだけど、できたら上がボリューミーだったら下はシュッとしてる方が、下がボリューミーだったら上がシュッとしてる方がやっぱり格好が決まるんですね。はい、いかがでしょう。まあ靴の感じはね、お好みに合わせて、ご自身が割と足元ごっつい系がお好きだったらブーツ、足元シュッと系がお好きだったらこういうの、もう私はそれはそれで女っぽくていいなと思います。はい、特にこういうね上がビッグシルエットの場合はおすすめですよね。でちょっとねこれね、はい、これプラス J の一昨年発売のものと合わせてみます。袖口も広かったり、横から見ると後ろがこういう風に広がってたりとか、裾の方が広がってたりとかするじゃないですか。でこれの場合基本的にはプラス J のパンツだったりとか、割と細身のものっていうのを推奨して私自身もコーディネートしてたんだけど、やっぱりスカートどうしても履きたいっていう方にはこういうようなねペンシルスカート、しかも前がスリットが入ってることによって歩きやすい、歩きやすい、足さばきが楽、はい、ということでございます。ちょっとこれとね、じゃあボリューミーなスカートっていうのを比べてみるよ。それではじゃん。はい、いかがでしょう。ユニクロ U のガウチョパンツと合わせてみました。このパンツだってね、まあ、パンツっていうかこうやってるとスカートみたいじゃない、決してそんなに ドカンとした形のガウチョパンツではないんだけど、でもなんだかスタイル悪く見えません？どうですか、横から見てなんかこうもっそりしてない？ほらやっぱりね、さっきのシュッっていうこちらの方がかっこいいんですよ。ですのでビッグシルエットに合わせるんだったらこれはね買いなのね。しかも1990円でしょ。暖かくなってきた時にどういうものを合わせるといいかっていうのもちょっと見てみましょう。はい、じゃん。はい、いかがでしょう。
アトリエヌズさんの人気の高かったこちらのシャツと合わせてみました。やっぱり上がねビッグシルエットだから下がシュッとしてる方がかっこいいと思いません？いやもちろんこれはこれでプリーツスカートにもあったんだけれど、プリーツスカートにももっとあったのが確かワイドパンツでしたよね。でも2022年は上がドン下がシュッ下がドン上がシュッっていうのがねやっぱりね来てるんですの、はい、ですのでぜひとも今年らしく行くには1990円のスカートですからね、はい、お財布も痛みませんそんなに、はい、ランチ浮かしてスカート1枚みたいな、はい、このスカート本当に、ね、気持ちいいのでなかなかこれはいいですね。で黒もあったんですけれども黒は黒でねいいですよ。ただこの色はなかなかね黒と合わせてもいいし茶と合わせてもいいし、まあ、白みたいなのと合わせてもいいし割とね何でも対応してくれる包容力のある色だと思うのでおすすめ、はい、というわけでね今私履いてますけれども本当にこれ気持ちいいし伸びがすごくいいし足さばきもいいし、ただ気をつけていただきたいのはもちろんねあのストーンとした上も細いものでアイラインアイシルエットを作るっていう分でももちろんいいんですよ、はい、例えばこういう感じでね上にジレを着てっていうのも全然ありなんだけれども、上がビッグシルエットの場合はこういうナローな細いパンツや細いスカートを合わせることもおすすめしたいと思います。より2022年らしく着こなしていただけると思います。それでは試着室はマジックボックススタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。